なぜ安倍歌は号泣し、須崎結はおえつしたのか。溢れ出る悲壮感はメダル連発スケボー選手と天地の差。皆さんの努力と時間を無駄にした。日本時間8日未明に行われたレスリング女子50キロ級の3位決定戦で、敗者復活から勝ち上がった須崎結25がウクライナのリバチを破って銅メダルを獲得。オリンピックチャンピオンの須崎結じゃなかったら、 もう価値がないんじゃないかと思ってたんですけど、負けたのに声援を送ってくれて、信じてくれて、励ましてくれた方々に感謝したい、と目を潤ませた。海外選手に94連勝中で五輪連覇が有力視された絶対女王は、7日の1回戦でまさかの敗退。支えてくれた皆さんの時間や努力を私がすべて無駄にしてしまった。本当に申し訳ないです。 と、おえつしたばかりだった。顔を見る、観客席で涙にくれるアベウタを抱擁しながら慰めていた、謎の男性、の正体。思い詰めた表情で、パリゴリンチャンピオンになるため、人生をかけて3年間レスリングだけに費やしてきたのに、と絞り出し、何度も、本当に申し訳ないです、と頭を下げる姿は、見ている方が苦しくなる、関係者、ほどだった。 柔道では五輪連覇が確実視された女子52キロ級の安倍歌24が2回戦でまさかの敗退。畳を降りるとコーチの胸に顔をうずめ会場に響き渡る悲鳴を上げて大号泣した。あまりの異様な光景に賛否が集まったが安倍もまたインタビューで絶対に勝ちに行かないといけないという気持ちがすごく強くてそのプレッシャーに負けてしまった。 この五輪にすべてをかけ、この一時のためにやってきたので、負けた瞬間は冷静に自分を保つことができなかった、と声と体を震わせた。面白いからやっているプレイヤー敗者の周囲は、重苦しい悲壮感に支配されたが、その点、この競技は全く違った。今大会でも男女4種目で金メダルに、銀メダルにを獲得したスケートボードである。勝っても負けても、 涙はゼロ。悲壮感とは無縁の選手たちは、笑顔で、楽しかった、と口を揃える交代賞だ。作家の五木博之氏は2021年東京五輪後の日韓現代特別号で、オリンピックに思う近代五輪の終焉、と題してこう書いている。今回の東京五輪で何かが変わったと感じるのは、私だけだろうか。 夏空に回転するスケートボードの少年少女たちの演技を見て、近代五輪は終わったと、はっきりそう思った今回、女子ストリートで決勝に進んだ8人のうち5人が10代なのだ。彼らの技は偉大な指導者の熱血指導によって巻かれたのではない。遊び仲間同士の競い合いやアドバイスによって、工場を楽しみながら育ってきたのである。根性ではなく友情によって磨かれた技術なのだ。 涙をこらえて必死で楽しみますと誓うのではなく面白いからやっているプレイヤーたちなのだ。五輪競技に初採用された東京大会で3つの金を含む5個のメダルを獲得したスケートボード日本代表は今大会でも男子ストリートの堀米優と25が連覇を達成し女子パークの会心な15が2大会連続の銀メダルを獲得。女子ストリートでは 吉沢真14と赤間林音15がワンツーフィニッシュの快挙を演じるなど躍進した。象徴的なシーンは女子パーク決勝前です。出場選手が一列に並んで選手紹介のコールを待つ間、草木ひなの16は流れる音楽に合わせて両隣の選手と一緒に踊っていた。金メダルを目指した回もカメラに向かって笑顔でポーズ。 メダル獲得。それも金メダルが史上命題とされる柔道やレスリングとは競技の成り立ちや歴史が違うとはいえ、スケボーの彼ら彼女たちに話を聞くと、まずこの場を楽しむというメンタリティです。もちろん結果を求めて努力はしているが、目標は練習の成果を試合で披露することで、メダルはあくまでその結果。 指導者も選手が大技を決めると一緒になって大喜びし、およそ根性論やスパルタとは無縁です。だからこそ五輪の大舞台でも結果を出せるのでしょう。スポーツライター。